Tomoya. の泣けなしの財産が。思い出の場所が。店はもうダメね。親父の代からの店が。俺のコレクションが。商品を取り出せないだろうか。 思い出の場所が。
俺のコレクションが。これじゃあ腐ってしまう。商品を取り出せないだろうか。 これじゃあ腐っちまう。商品を取り出せないだろうか。親父の代から。世話人の場所が。親父の財産が。 俺のコレクションが取り出せないだろうか。 親父の代からの店が。 店はもうダメね。思い出の場所が。 親父の代からの店が。
俺のコレクションが。これじゃあ腐っちまう。山の上に喧嘩してる場合じゃないだろう。私の代から狭いの場所が失ったのがよ。私の財産が。なけなしの財産が。思い出の場所がもうダメね。親父の代からの店が、俺のコレクションが。熱いわね。あら、お嬢さん、見かけない顔だけど、私に何か用？私はこの町でスナックをやってる静香と言います。よろしくね。そうそう、呼ばれてたんだったわ。迎えに来てくれてありがとう。
仕留めたな。どういうつもりですか。どういうつもりとはどういう意味だ。矢車商店街では木切れに火をつけて炊き出しをしていたそうですね。消防署ともまともに連絡がつかないので、大きな火事になったらどうするつもりだったんですか。ちょっと待て、その言い草だとこのぼやがまるで俺たちのせいみたいじゃねえか。違うんですか。少なくとも我々はこんな非常時に無神経に焚き火をするようなことはしませんよ。ちょっとオーナー、そんな言い方をしなくても、みんな非常時で悪気があったわけじゃないでしょうから。お庭さん、非常時だからこそですよ。悪気がないからといってとばっちりを食らったらたまったものじゃない。皆さん落ち着いてください。部外者は黙っていてください。言わせていただきますが、下町には多少歴史があるようですが、閉鎖的で融通が効きません。この機会に改めていただきたいですね。お前ら山の手はいつもそうやって俺たちを見下してやがる。協調性がねえのはそっちの方じゃねえのか。やめてください。今は言い争ってる場合じゃないでしょう。すいません、遅れました。ボヤですって。車だろう。ああ。大丈夫かな。限界だ。
まったく。見たくないね。下町の奴らは常識がない。やあ、君、ちょっといいかい。僕がいない間に山の手の方で火事があったんだよね。実は僕、山の手の人たちに炊き出しの誘いをしに行くように言われてたんだ。でも昨日の地震から初めてリエ、彼女に会えて嬉しくなって話し込んでいたら火事が起きて。これは話が長くなりそうだけど。もし僕が炊き出しのことを山の手の人に伝えていたら、火事が起こらないように警戒できていたと思うんだよ。ああ、それに僕の親父と理恵のお父さんが一層仲が悪くなってしまった。ただでさえ付き合うのに反対されてるのに。だから僕と理恵とで和解するように説得しようと思ったんだけど、山の手に行くのも禁止されてしまってね。だからこっそり会おうと思ってる。それで説得の打ち合わせをしようと思うんだ。そこで君にお願いがあるんだ。リエとこっそり会うためにこの手紙を山の手に住んでいる彼女に渡してほしいんだ。ナオトさんとリエさんを応援します。手紙は任せてください。ありがとうございます。表からは入れないだろうから裏側から入る方法を教えるよ。後で見ておいて。リエの部屋は2階の北側にある。裏庭から窓に小石を当てればリエが家から出てくるはずだ。店は無事かな。じゃあお願いするよ。
確かリエさんの部屋は。おい、そこに誰かいるのか。まずい、このままじゃ。放火犯に疑われちゃう。早く逃げよう。大丈夫かな。いい車だろいい車だろう。営業はしていないか。ならないのか。すごい腐敗臭だ。ヤグルマ商店街の底力だよ。から元気でも元気は軸だ。やるぞ。とにかく肉を舐めないと。よし、いい湯加減だ。いつ復旧するんだ。山の手に住んでてよかった。山の手に住んでてよかった。山の手に住んでてよかった。元気は元気だよ。
ナオト君、この手紙は君が書いたものだね。はい。さっき、うちの裏庭で放火未遂があった。そこにこの手紙が落ちていたんだ。君がリエと付き合おうとしていることは知っているが、私が合わせないからといって家に火をつけるとは。やはり下町の奴らは信用ならん。災害に乗じて何をしでかすかわからん。とにかく君は危険だ。でも今は警察が手一杯だ。しばらくうちの物置で頭を冷やすといい。リエにこのことを。かわいかんな。なんてこと。山の手と喧嘩にならなければいいのに。とにかくリエさんにこのことを伝えた方が良さそう。でもどうしましょうね。普通に尋ねてもお父さんが会わせてくれなさそうだし。もう一度裏から忍び込みましょう。ダメよ、そんな怪しまれることしたら。そうね、リエさんの友達のふりをして訪ねてみたらどうかな。お父さんも友達全員を知ってるとは思えないし。ナオト君が放火？魚を食べてばかり知らないよな。放火？喧嘩が？喧嘩なのか？復旧するんだ。下町の奴らは常識がない。ナオトさんから言づてが。そうだったんですか、ナオト。お願いです。あなたが目撃したという他の真犯人を見つけてくれませんか。真犯人が見つかればナオトも出してもらえると思うんです。ナオトさんとリエさんには幸せになってほしいから真犯人を見つけます。本当ですか、ありがとうございます。でもどうしようね。真犯人を探すって言っても。そうですね、
でも刑事ドラマとかでやってるじゃないですか、現場検証。まずは真犯人を見かけた場所を調べてみたらどうでしょう。何か見つかるかもしれませんよ。まずは真犯人を見かけた場所を調べてみたらどうでしょう。何か見つかるかもしれませんよ。水道はいつ復旧するんだ。霧が
ッテリーが。いい車だろう。崩れたんだろうか。喉が渇いた。山の手に住んでてよかった。捕まったとして軽い仕事に見られないよな。ナオト君が山の手と喧嘩にならなければいいのに。大川はナオトのやつ、なんてことやるぞ。肉だ、とにかく肉を食べないと。野菜を食べれば元気になるぞ。暑いわね。よし、いい湯加減だ。誰か手を貸してくれ。めちゃくちゃじゃ、全然片付けができねえ。お父さん、出てきて。親父が無事でよかった。入っても大丈夫かな。何もないぞ。ナオトのやつ、山の手と喧嘩にならないと。喧嘩なのか。
喧嘩が喧嘩が人が動いてばかりしてる喧嘩にならなければいいよしやるぞとにかく肉を食べないと